いやー体調つらあ <laughs> <laughs> はい、皆さん、こんにちは。トトです。本日はの第大,の大冒険、えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、というわけで、今回ね、えー、第99話です。もう残すところ、あと1話となります。そして、大魔王、バーン様との決戦。えー、これもね、本当に最後を迎えるかのような感じになっているんで、まずはね、ここが一体どういう決着を迎えるのかってとこです。で、まあ、その決戦なんだけども、まあ、前回ね、その竜の紋章、まあ、ドラゴンの紋章っていうのを、まあ、今まで3から4で、まあ、ちょっと自制していた ここれをを全開ににににすすするるとよよっってて今バーン様を圧倒するような形にな形います、まあ、まさに龍馬人だ、ね、で、それをまた見届けることなく、レオナ姫とか、そしてポップっていうのが、ああの瞳の宝玉と一緒にね、落ちていっちゃったんだけど、僕はここでね、やっぱあの瞳の宝玉、これが、ま、大君の手によって、なんか色が失われたじゃん。バーン様のこのおでこから。これがやっぱ後々なんかあるんじゃないかなって今踏んでるわけですよ。だから前回ね、ちょっとエンディングとか色々考えない てもいいかなと思ってたんだけどまあもうちょっとね、まあ、考察していきたいなと思って、まあ、ここから先どうなるか考えてみましたまずはね今言っていたバーン様とのまあ最終決戦っていうのがありますでももちろんねここを大君が勝利するっていうのはもうお話的に間違いないでしょうでまあその時にまたバーン様がね、まあ、どういう最後を迎えるのかやっぱ生かしといたら人類とかの脅威になるだろうし、まあ、大君やっつけると思うんだよねやっつける時には大君ねなんか自分のことを自制で できなくなるような感じになっていて暴走状態的なものでさバーン様をやっつけちゃうとかないかなその暴走状態になって残った大君っていうのをまた人間に戻すっていうところを前回その瞳の宝玉あれからまあ解放された人たちプラスレオナポップっていうのがさ補っていくというか支えになるというか僕はそういう展開にねこの後なるんじゃないかなと思ってるんだよねバーン様的にはまあ、自分が負けるのは悔しいけどこの暴走 そうした台が結局人類滅ぼすんだ。ふはははみたいな感じで死んでいくみたいな。だからまだね。このクロコダイルのおっさんとかまあ、みんながね。最後に活躍するっていう要素。これが残されていると僕は推理しています。そして、大くんがまあみんなのね。投げかけ声によってまあ元に。戻って でそこで本当のエンディングって感じになるんじゃないかなこれこそが本当に僕の最後の考察になると思うんだけど最後くらいはねちょっと当たって終わってほしいんだけど果たしてどうなるでしょうかさすがにその大君が暴走とかまではないのかな普通にバーン様倒してみんなが下から駆けつけて終わりって流れかねなんかまだもう一盛り上がりしそうな気が僕はしているんだけどまあ一体ねどんな決着を迎えるのかもう残り2話ですでぜひぜひここまで 来たらね最後まで一緒にご覧ください、うん、えというわけでね、えー、皆さんも録画したものもしくは読んデマンド使って一緒に楽しみください簡単なご無沙汰して本編スタートですさあ始まりました、まあ、オープニング多分もう映像を見ても、まあ、正直いいと思うんだけど、まあ、ここまで来たらね やっぱラストまでまあ、見ないでいって、また皆さんとその生配信とか大の大冒険やろうと思ってるんで、そこで改めてね、なんかちょっとずつ変わってるっていうのもあるらしいから、その全パターンっていうのを皆さんから何話から何話変わったるとか教えてもらいつつ、その配信の方で一緒にまた振り返っていきたいなと思っております。そして歌詞とかね、そこら辺もまた改めて、まあ、深くね、あ、こういうことなんだとか、 ま、見ていけたらいいないやぁ、ま、<laughs> これけど、気抜いたらもうね、今ホワイトボードもとうとうなくなってしまって、もう見かねないんでね。まあ、相変わらずこのスタイルでやらせてもらいますけど。いやぁ、これもなーもう聞くのが来週で最後なんだよね。<laughs> 悲しい。もう、土曜日何しようみたいな感じだよね。大の大冒険を見てた人たちはさ、 もうこの時間なくなっちゃうんだな、録画してたみたいな。その録画リストからもう大の大冒険の更新がなくなるのがさ、めちゃくちゃ寂しいよね。いやー、もう間違いなく僕はこのアニメリアクターとして2000エピソードくらい動画撮ってきたけど、もうその中でも本当トップ3に入る作品だったと今思ってるよ。さあ、来ますよ。今回はこれ入るんだね。<laughs> 勝利って文字が入った。 もうこれはネタバレでも何でもないわ。もうこの流れだもんね。うん。いや、もう夜だ。うん。あー、二人で戦ってるあれかな。衝撃波的な。やっぱ。えやばい。あー、もうバーンパレス最後だ。うーん。この大君かっこいいよね。 いや、バーン様も前回ラスト吠えてるとこかっこよかったけど。いやー、どんな決着になるのかないや、最後にこの剣使うとかないかなうん。うん。メルルあー、前回落とされたのあれかなそこ察知してんの来るもう戻ってんじゃないみんな。あ、<laughs> 来たあ <laughs> ー、ファルト。あー。 で、ひむちゃんかなこの足は。およかったよかった。いやおかえりえやばい状況え、なになになにちょっとみんな戻ってよかったね、じゃないのかいねえ。うん、心臓部。うん。あー、出れないってことか。やべえ状況ってのは。 ああ、出ようとしてんのかね。戦火烈光拳はいはいはい。いや、けど、無理なんじゃね今この流れ的に。だから、バーン様を大君がやっつけないときっと出れないんだろうね。あおっさん。いや、これ、開けたらすごいぞ。大金星。無理だよね。いやー、おっさん。んはあ。 そういうことか。だから。うん。え、どうすんのいやーけど、この豪華なメンバーならなんとかならん。うん。あー、源を立った。あー、だから壊れてるんだ、バーンパルスも。デススターみたいだな。うん。うん。え、え、<laughs> <laughs> もう地上に落下したら出れるとかじゃないのおおメダルはこれならどうよこれなら開かないいやーやっぱ最後はポップか。うこれはさすがに吸収できんだろう。もう消滅してしまえ。いけいけ。しかもゼロ距離で撃てるしな。うん。撃ったどうえマジで マジかよ。メドローアを。やばすぎ。うーん。いや、体力だけ持ってかれちゃったね。うーん。ああ、諦めてないわ、ポップ。いや、たくましい。うん。うーん。いや、頑張れ。 <laughs> いや、ポップ一番前にいる <laughs>。うん、大君。うん、外でな、リューマーになって頑張ってくれてるんだもん。もう諦めずに。だからこっちが諦めちゃねいや、頑張れ。<laughs> いや、もう完全にリーダーだよ。あの豪華なメンツの、痺れるわー。あーすごいことになってんね、こっちは。<laughs> <laughs> おうヒムおうん。いやー、開ける無理だろう。あ、けど、穴が俺かなことないまあ、あいろいろやってんのかなうん。陶器技。うん。あ、陶器技は通信のかあー、けど戻ってってんだ、ね、よ。うーん。まあ、治りが遅いのか。 うん。ああ、これは、みんなであれじゃない一箇所に陶器を込めてみたいな感じかな。うん。うーん、やけど大君はだからもう無理だから。うん。うん。え、他に何かあるかなうん。 いや、ポップいや、なんかひらめくかうん。ひむちゃんえひむちゃんなのか今の。ポップの後ろに映ってる。うん。あ、なんかひらめいたっぽい。いや、すげえわ、ポップ。えグランドクルス いや、けど、ヒュンケルそしたらやばくねえか。ねえ使えるのいや、それ。それよ。うん。アバン先生、ここで <laughs> マジっすか。あーいや、あ、けどなんか、顔が見えないんだけど。いや、こういう時怪しいよ。 怪しいヒュンケルも打つってうんうんいけんのうんいやどうなんだろう <laughs> いやこのノリがよく分からねえな、うんあヒュンケルやめさせろ え命が犠牲になるってことうん。だからヒュンケルだからこそ耐えられたのかなやっぱ。う不死身のやっぱヒュンケルだから。ああ、威力が。うん、うん、やっぱり <laughs> え。えそれを受け入れてなおあれだったのか。 うとうとしたのか、さっき。待って。待って、待って。ちょっと、ごめちゃんだけじゃなく、ここでアマン先生まであれなのいや、やばいって。いや、やばいやばい。えぇ、ー。ヒュンケル。ちょっと待ってくれ。 これどっちかあれなんじゃないのまずいまずいんだけどえーどっちいやー。えあヒムヒムちゃん <laughs> まさかの ヒムちゃん、今ならあれなのかできるのかなうん。いやー、やれるんかお前。いや、そしてヒムちゃんは平気なのそれ使って。<laughs> やべえ<ー>。<laughs> 頑張れ。いやー、だからここにね、最後にいた意味みたいなのがあるんだ。待 <laughs> って。 待ってー。いやー、ここに来てヒムちゃん消えちゃうのいやー。あーいや、ダメかも、ヒム。うん。あはははは。<laughs> <laughs> いやはは、ヒム。いやー、だから。やばい。

やだーやだああ、あーあー、チュー隊長が一番前にいるいやーいやーヒムもダメなのかー。ああいや中ジュー遊撃隊のメンバーが、どんどん、 いやー体調つらー <laughs> なんだよ。<laughs> 生きてるだろう。ねえ、イム。<laughs> よかった。よかった。<laughs> よかった。やば。もう、ずっと泣いてた。<laughs> よかった。<laughs> いやもう絶対ダメかと思った。俺。ああ。やっと合流した。<laughs> あいやあ。あー。 わーわあ、めるるー。いやー。ああ、もう、<laughs> たまらんねえ、ここのシーンも。うん。いや、けどみんなではない。ごめちゃんが。 んあ、てか、あ、ここ、今、さらっとあれだったけど、俺も受け入れちゃったけど、ねそれを、<laughs> え、泣くんじゃなくて、<laughs> いや、失神しちゃうのかい。<laughs> ねいや、そこ、いや、ずっとあれだよね。いや、俺、再会待ちわびてたはずなのに、普通に受け入れちゃったよ。うん、ロンベルクさん、なんだう いやあ、大君も心配してくれるんだ。嬉しい。いやーまだ上で戦ってんだよ。もう、だからもう、あと信じて待つしかないね、みんな。うん。はあ。うん。いやーポップ。 んヒュンケル。<laughs> 熱いあ。うーん。いや、それを積み重ねて今ここにたどり着いたわけで。<laughs> やべえ。やべえ、熱い。<laughs> いや,ーいやーあーうーんあーラはるみんな信じて待ってるさあ大く いや、今週決まっちゃうのかなこれ。それはないかなうわぁ、すげえ。<laughs> あーいやーもうほんと、バーンパレス。跡形もないね。うーん。いやー頑張れ。いやーどうなのバーン様どうなってるんなになになに うわあ、だいぶ高いとこまで来ちゃったね。上がってくとは言ってたけど。うん。バーンはどこ行っちゃったのよ。ああ、膝空いてるわ。いややっぱ今の大君にはあれだね。力負けするんだね。バーン様をもってしても。勝てぬ。え 何それえ何何何何怖い。あ、両腕があっても。おうん。いやー、まだなんか変身すんのかと思った、今。うん。え待って待って <laughs> まだあんの嘘でしょ来週終わりだよねえー、ああ、ベルザーか。奇岩の力いや、ベルザーは知ってるんだ。えー、ちょっと待って。 よもう今回で戦い終わって来週はあれなのかと思ったけどなんか平和な回なのかと思ったけどまだ続くのえどうなってんのこれ何それなんかすごいことになってないうんおお え、<laughs> これ何まジあ、出てくんのか、そっから。うん。あの時のように。うん。うん、勝利のために。うわー、なんかすごいぞ。え、目か、あれ。何なの えぇ、ー、やば。ちょっと。めっちゃでかくなったけど。やば。いや、嘘でしょ。第三形態あるじゃん。おぉ。いやー、これとやるんか、最後は。うわは。 頑張れいや、めっちゃ強そうようーん。え、これであと1話うん。奇岩。うーん。奇岩を。 うん。なんか、城と合体したみたいな感じだよね。いや、そこ、それ、うん。あの姿、もうバッチリじゃん。重なって。ああそういうのがあったんだ、あれに。うん。ゴロは。 おうん。おうーん。えへへ、ちょっと待って。もう宇宙で戦ってるみたいになってるけど。今。うん。うーん。うん。はあ、玩具負けるくらいなら。 いやー、もうそこまでの覚悟で挑んでんだね、バーンも。うーん。命がけだよ、ある意味。あ <laughs> 今のかっこいいな。うーん。いやー、もう本当宇宙だね。今、星としての輪郭が見えちゃってるし。うーん。 いや、やばくねうん。もう、それでいいんだね。<laughs> やば。この覚悟はあっぱれだな。バーン様。いや、けど、大君頑張れよ。ふ <laughs> わ、すげえ、熱い <laughs> いや、こういうのやらせたらうまいよね。え大丈夫おうん。おうん。 おぉ何それ前回ドラゴニックオーラまだまだあれがあったのかああドルオーラああ前回でのやばいやばいこれは、決まる技なんじゃないどうだろういや、相当な一撃だと思うけど。 やらないのかよ。ええー。どうかな。なんか、決まるにしちゃあ、あっさりな感じもあったよね。また今の一撃から出てくんのかバーン様。もうなんか急展開というか、もうこの後半の展開がバババババ,バって感じだったけど。 もう頭の理解追いつく前に終わっちゃったもん。もっとなんか、こここそさ、もうさらに2、3話使えたんじゃねっていうレベルな気がするな。もうそれくらいの展開だったよね。まさかまだあんなあれがあったなんて。で、あの、奇岩城ね、まあ。まさにさそ、そこら辺がちょっと似てるなとは思ってたのよ。そしたら、 ーで、ベルザーはあの姿のあれ秘密知ってたんだね。あいつすげえな。いやーで、ダイ君もそうだけど、いやーもう命がけだね、バーン様も。だからどっちにしてもあれだ、ここでダイ君が滅ぼすうんぬんの前に、バーン様も限界来ちゃうとかで終わるのかな。自分の命削って戦ってみたいな感じで。 そういう感じがいいんだけどなできたら。そう、ダイ君に、そのバーン様を殺してほしくないんだよね。できたらなんか自然消滅みたいな形で終わってくれると嬉しいんだけど。 とはやっぱ前半のヒムちゃんねもうあれヒムちゃん死んじゃうのかと思ったけどさいやいてくれてよかったね永久欠番で話してる時に下から出てきて助かったっていうのが分かった瞬間もうほんと逆にそこでほっとして一番泣いちゃったよもう最初はヒュンケルかそのアバン先生がねほんとどっちなのっていうのがねもうそワそワしてたんだけど、まあ、あのヒムがみんなを好きになっちゃったみたいな言葉をね言ったところがもう本当に良かったかあそこはやっぱヒムちゃんの思いだけじゃなくてやっぱハドラーの気持ちとかもね かかってるんじゃないかな。じゃ、そのヒムのおかげで、また地上にみんな戻れて、無事に。そしてフローラとアバン先生再会するとかね。あとエイミさんとかさ、待ってる人との再会っていうのもまた熱いシーンだったし。あとはダイ君がこの決着を果たしてね、地上に戻ってきてくれるの。これをね、次回待ちたいなと、見たいなと思います。というわけでね、今回99話、こちら見させていただきました。そして次回が最終回です。ぜひ最後もね、えー、皆さん一緒にご覧ください。 はい、というわけでこれもねこの作品で言うことも残り少なくなったんですけど皆さんのこのエピソードに対する感想だったり僕のエピソードに対するコメントお待ちしております。以上動画をどうぞおししましたババイバイ